立浪、若い選手は守備、打撃で成長を感じる。記者、次橋機関が勝てる監督に変わる番だろ。若い選手は守備、打撃で成長を感じる野手が多かった。MVP を1人、2人は決めれない。オープン戦で結果を出してくれる若い選手も多いと思う。技術的に伸びた選手が1人、2人じゃない。非常に多い。三好、福永、村松もそう。と頷いた。次橋機関が勝てる監督に変わる番だ。記者は鬼かお前。チクチク言葉かわいそうだろ。無茶言うな。路地原やめろ。遠回しに少しくらい若手選手が伸びた程度じゃ成長しないお前が監督なら勝てねえよって言っているよね。なんでそんなひどいこと言うの。まるで監督のせいやん。立浪のコメントもコナミ感すごいな。言うほど立浪勝てない監督か。頑張れよ安倍スレに負けるだろ。こんな普通のこと言っても勝てる監督って前提として優秀な選手がいてそこに無難な采配ができるかってことだろう。命知らずな若手記者がいるの早いことやな。昨年の中日って戦力的に仕方なく再開ってわけでもなかった。400点切る得点力で勝てる監督もクソもないでしょう。立浪じゃなかったらギリギリ5位だったな。今年は A クラスどころか優勝できる千載一遇のチャンスや B クラス確定の横浜広島、不安要素満載の巨人ヤクルトの上には必ず行ける。ご視聴ありがとうございました。